皆さんこんにちは、エルザです。それでは XP2400 以下向けの解説をやっていきたいと思います。今回のテーマは押し込み成功率を上げる方法を紹介したいと思います。スプラって短い時間の試合の割に相手を一方的に押し込まないといけなくて、逆転負けすることっていうのはよくあると思います。ただ前に出ればいいってわけではないですし、押し込みを安定的にするのってとても大変なことですよね。ということで今回は押し込みの成功率を上げる方法について話をしていきたいと思います。それでは解説の方をしていきたいと思います。まず一つ目、押し込みの成功率を上げるには徹底した中央の奪還となります。これに関してはいろいろ考え方はあるんですけど、まあ前にね急いで出るのも大事なことなんですが、中央を取れてないと一撃で一気に取り返されるっていうことがありますので、中継地点となる中央を抑えるのは非常に大事なことです。例えばなんですが、中央を無視して一気に攻めた場合、中央の足場塗りは追いつかず敵が動きやすい状況となります。まあ中央を取った時に考えてもらいたいんですけど、インクが自陣のインクだけなのか敵のインクも混ざっている状態なのかって考えると、後者の方が相手攻めやすいですよね。もちろん自分たちが攻める時も攻めやすくなると思います。でここで一気に前に出るのが悪いというわけではないですが、仮に一気に前に出ましたとなった時にレスした場合は、その前に出た行動が無駄になってしまって、さらに中央も取れてないという状態になるので危険な状況が続くんですよね。もちろんここでキルを取ることができれば大成功と言えるんですが、確率的にはめちゃくちゃ低くなるのかなと思います。まあ、考え方を変えるといいんですが、敵陣に一気に上がっていくっていうことは、敵がいくら復活した後といっても1対3であったり1対2っていう状況を敵が作れるようになります。まあ、こちら一人で突っ込んでいくんでね、そういう状況になりますよね。しかも味方の援護ももらえませんので、まあ、デスがしやすくなるっていうところがあります。まあ、これはよっぽど上手くない限りは難しいなと思いますね。なので敵がワイプアウトでもない限りは押し込みの準備として中央を取るっていうのはとても大事なことかと思います。まあ、中央が取れれば全体的に味方のラインも上げれるんでね、有効的かなと思います。また先ほども話しましたが、中央を奪うことに成功すると敵が単純に前に出ることが難しくなります。甘えの行動をしてくるとキルを取りやすくなりますので、倒した後に前に出やすくなるっていう流れができますね。キルを挟んでから次の行動を取るのがベストな行動選択になりますので、押し込む前に何を準備するか整理しておきましょう。それでは続いていきたいと思います。押し込みを成功率上げる方法は中央への通路を断つということです。これは前の押し込みの際によくある抜けの部分ですね。押し込みの失敗の原因を考えてみるといいんですが、大抵は前線からの抜けによるルール介入や裏取りの挟み撃ちによるデスが原因です。これは押し込みが不十分で起きるミスが原因となりますね。押し込みが強いタラポとかがいい例ですが、押し込まれると逃げ場ってないですよね。これは他のマップのように中央へ抜ける方が極端に少ないからです。これはタラポのマップでよく言えることですね。で、横に広く取ることもできないですし、相手を正面から倒す必要があります。こうなってしまうと、中央への通路を断たれてしまうので、動けないんですよね。なんか押し込まれるとやたらやられるなとか敵が邪魔だなって思うと思いますが、そういうことです。これが押し込まれた状態となります。この状態を起こすとなると、チーム全員で抑え込みをする必要があるため、それぞれが通路を防ぐ必要があるというわけです。先ほどの中央を奪うという話をしましたが、実はこの中央を奪うのもこの退路を断つ準備につながります。中央を抑えると相手は通路が固定化されます。これを入り口でそれぞれが抑えて侵入を防ぐというわけです。だから一人で前に突っ込んでも挟まれて終わるわけですね。通路を潰してカウントを有利に進めつつ、相手を押し込んでいくにはこの通路を断つことをイメージするようにしましょう。待ち伏せみたいな感覚でいくといいかなと思います。最後の押し込みの成功率を上げる方法はスペシャルの後出しとなります。押し込みの成功にはスペシャルを使うタイミングはとても重要です。ウルトラショットのように抑え込んで通路ごと敵を潰すっていうのももちろんありですが、
スペシャルによってはそれが厳しい場合っていうのがありますね。基本的に相手は押し込まれた時に打開のためにスペシャルを貯めます。貯めれば即使ってくるので、こちらもカウンター用に残しておくっていうところが重要となります。このカウンターで使うっていうのが大事ですね。スペシャルが今回特に Q が強いものが多いので、相手のスペシャルを見て判断するのは大事かなと思います。しかも押し込みの時間が長ければ長いほど足場が自陣の塗りになるので、スペシャルが貯めづらくなるんですよね。で、相手はカウントが進めば進むほど劣勢になるので、劣勢になった分自動でスペシャルポイントが貯まるようになっていきます。まあ、これがスペシャルの使える頻度の差になってくるわけですね。そのため相手をメインで対処しつつ、打開に合わせてこちらも対応策として使用したいというわけです。ただこれはあくまで打開に合わせてという話になりますので、押し込み時間が長くなった時には有効な手段となります。逆にカウントが20切っててノックアウトが狙えそうな時とかは積極的に使うのがいいですね。相手にスペシャルを使わせて事故が起きるのを防ぐためです。それ自体がね、逆転がしやすいゲームでもあったりするんで、20秒とかカウントを見てもう押し込みの準備をするのは大事ですね。キルが取れなかったとしても時間稼ぎになりますので、そのあたりは気をつけるようにしましょう。ということで、ね、残り時間もありますので試合の方を見ていきながら話していきたいと思います。ガチアサリとかね、特に逆転がしやすいゲームになってますが、なかなかね難しいところかなと思います。スペシャルをその押し込みというかシュートをするときに押し込みでスペシャル使うんで、その後の継戦能力っていうのはめちゃくちゃ変わるんですよね。スペシャルを使ってキル取って、かつシュートも決めて、でさらに押し込み用でスペシャルをまた使いたいっていう風になってくると、前線でのキル力であったりとか耐久力ってもすごく大事になってくるので、このスペシャルの後出しとかすごく大事かなと思います。押し込みのコツとしてどこを抑えるかも結局はマップ理解とか重要なんですよね。どっちから取るかのか、スペシャルで押すのか、ツールを抑えるのか、中央を抑えるのかとかいろいろあると思うんで、今回はねその解説はきっかけとして捉えてもらえるといいんじゃないかなと思います。でね、相手がね中央を取ってるんでね、ちょっと押し込みがなかなか強いよね。味方がここ防いだのが偉いけど、こう逆の視点で見るのも結構大事かなと思いますね。ただこれまだ中央取れてないので危険な状況ですね。相手のスペシャルもガンガン来るしね、事故りたくないところだけど、さあ延長戦入るとね、どうしようもない部分があったりするけど、これはあれ敵潜伏偉かったね。ねここやばいんだけど、クーゲルさんが粘ってくれてたおかげで時間経過で勝ちとなりました。押し込みがね最初成功してたんで後半押し込まれたけど、どちらとも視点も見てもらえるといいかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。